番組を収録しているのは柏市にある撮影スタジオアップルトマトヘアサロンを中心にヨ郎グループが展開するカフェライブハウスなどを併設されどなたでも気軽にご利用いただけますゼイコムからお届け東関東人図鑑始まりました東関東人図館。 えー、インタビューはナイツの花のびきです。今回のゲストは白石ふるさと大使の浪見総さんです。こんちにちは、浪見さんは第1位っす言。言うな。なんか白いなんだ。はい、白石で生まれて生まれて育ってって感じですね。えーはい、え、えふるさと大使なの本当に。ふるさと大使やらせてもらってます。い,いつから？えっと2018くらいかな。そうですね。つい最近じゃないですか。最近僕と一緒じゃん。僕はアビコふるさと大使。 2018年からですか。あ、そうなんですね。うん、あ、じゃあ、同じくらいの、大志歴史、うん。そう、そうっす、ね。あるいこ白い対談ですね。今日は。そうですね。長、ね、上決戦ですね。長 <laughs> 上決戦なのかな。<laughs> いや、わかんないっすけど <laughs> 千葉の中のねあの千葉出身だったら知らなかったけどただ阿鼻子って結構有名じゃないですか阿鼻子有名有名です一応行ったらあ阿鼻子ねみたいな中天なりにも出るしねそうですね駅名でもあるしねはい。白い駅ってもやっぱり伝わらないんですよねうんだからちょっと今日 PR 白い駅ってあるの白い駅ありますお前こんなこと聞いてないホストなんだからちょっと調べてくださいあのさこの格好ってさ白い関係あるの これは全くいないこんな人が大勢いたら嫌じゃないですかいやいや例えば聖徳太子が実は白いだったとかさ <laughs>、はい、そういうのはないわけでしょないですねあの多分これうちの親とか見てる番組だから <laughs> まず親からこっしから、まあ、意味わかんないと思うのこいつがなるほどそうです、ね、当たり前みたいに「ノみミうです」とかやってるけど <laughs> これ何な,な,んなんですかこの設定の <laughs> OL 聖徳太子っていう設定なんですよそれはだからノみミスはいろんなコントをやってきたでしょ今まではい。 その中で生まれたキャラクターなんしょうですあのいろいろなキャラがある中の一つのキャラキャラではいでこれが結構ちょっと皆さんハマって頂いてって感じでこれをベースにし始めたのはどのぐらい前かなえっと2015年くらいですねだからもうこれでしか出てないもんね最近そうですねなんかキャラをちょっとちりばめちゃうと認知度が上がっていかないんではい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 一つに絞ってつ

厚生大学っていあ出て芸人になって15年やって、はいはい、昔なんか脳みそとさ、はい、それこそ一緒に漫才やったりとかしてなかったっそうなんですよあの、うん、昔は脳みその始まりが水槽に浮かんだ脳の模型と漫才をするっていう設定だったんですよ、うん、そうなんです、はい、それで「m 1とか出てたんですよ そう、r 1だろうと思うんですけどな m 1出れたんですよなんかダメだよねダメなんですけどでも模型でしょはい、すごい緩い時代だったんですごい緩い時代だよねちゃんと水の入った水槽を抱えて m 1出てったんですけどあの、舞台の袖に引っ掛けちゃって全部ぶちまけちゃった次の人も迷惑だねいやめちゃくちゃ迷惑だと思います大変だそれ水浸しで脳が転がっててみたいな 見ものじゃないそんな次の人調べたら落ちてました心配になって心配になって多分ねそんなはくにそれで一生かけたやつだっていたわけだからいやわかんそうかもしれないですねそれで国に帰ったかもしれないですペース崩れちゃってさちょっとテーマがあるんですよまず白石の魅力を PR 一応古沙汰石ですからねそうっすねはいんかあれでしょはいこういう活動なんかしてるんでしょこれああ白いのあはい これふるさと祭りふるさはいへえこんなんやってんだそうなんですよ白衣を盛り上げようと思ってほかにあの堀さんものまねのあと岩井川のジョニオさんえジョニオさん白衣なのなどがあのふるさと大使やってますえ芸人ばっかりですねいやいや僕が今ピックアップしただけですそれは他にもいるのかなじゃあはえは誰だったかな誰だったかないいやいや演歌の方とかあの 博多の塩の博多の塩のあの声やってる高城さんの方とかはいな何が有名なんですか白いっていう白いはねえっと一番有名なのは梨ですねああこれはこの番組でも梨農園の方あ本当ですかていただきましたが昔梨以外は梨以外はそうだなあのあれです JRA の競馬学校がありますそっかまずあったところでさ別に 関係ないじゃんだって別に <laughs> いやでも全国で一つしかないんで <laughs> いやそうだけど別に<の>食,食べれないです<笑><笑>、ね、白いあの、うん、北総東開発鉄道っていう施鉄がしてけど、はいうん、そこが日本一運賃が高いですやめなよそれ見てるから <laughs> あそうですね白いの人もでもみんなもうちょっと安くしてほしいなって思ってる、はい、かもしれませんけど、ね、めちゃくちゃそういう運動起こってますあ、怒ってるんだ署名とか

そ何なんですか知ってますあれはだからちょっとネットの記事読みましたけど、はいはい、太田さんが後ろから脳みそを蹴飛ばして、はい、それですごい笑いが起きたのに、はい、脳みそが切れて向かってきて、はい、あいつ冗談が通じないみたいなことは太田さんがラジオとかでおっしゃってました,けどましたね、はいはい、あの真相は真相まあ、ほぼ事実なんですけど <laughs> ほぼ事実ですか、はい、タイタンの新年会であの業界の人いっぱい来るんですけど その業界の方にそのタイタの若手を知ってもらうためにネタを披露するんですよ一、うん、一組一組、ええ、そんなことやってるんですかはい、はい、で、うん、そのネタ披露のためにこう練習を楽屋でしてたら太田さんってあの1年に1回新年会の時はお酒飲むんですけどちょっと酔っ払った状態の太田さんが僕の司会の端からいきなり体当たりしてきて何でだよ あので僕も吹っ飛びましてちょっと危ない倒れ方だったんで,、はい、でちょっと普通のこのぐらいじゃなかったわけでしょもう全身で <laughs> 頭くすけたらもう、うん、ねうん、うん、本当に脳みそになっちゃうかもしれないで <laughs> 面白いけど、ね、それ面白くないですよ <laughs> <laughs> 本望だけどね本望じゃないですよ <laughs> <laughs> そこ目指してお笑やってないですよなぜ <laughs> 自分が脳みそになりたいみたいな <laughs> それでちょっとあの吹っ飛ばされるのも意味わかんないしネタ練習してて意味わかんないよ緊張してる時にねそれやられてで若手も受けてないしほぐれてもないしねこっちの気分もはいんて言ったのやめてくださいよっていやもう無言で僕も体当たりしに行きましたね今後未来ずっとこういうことされたらちょっと困るなと思ってそうだよねどっっかでだてこう こう意思表示していかないと、多分太田さんもずっとそれ、エスカレートしていくのみなんで。なんかお互い喧嘩のあれしてないんで、なんか本当にこうが、子供がこう。ぶどう派のやつあんまりいない。いないんで、タイタンに。みんな文化系なんで。それでなんかもう、もみくちゃになって。で、その後太田さんの説教。ですね太田さんから説教。はい、ごめんじゃない、謝ってるんじゃなくて。いや、あん、はい、あんなに切れてる大人見たら、初めてくらいです、ね。うんうんうん <laughs> おめえなんだよみたいなありえねえだろうみたいな何でだよって <laughs> 思いますよねだから僕もそれが顔に出ちゃってたのかもしれないですけど、えー、おめえ何ふてくされてんだよみたいな感じで言われて<ー>いやいやそんなことないですすいませんでしたそんなえその後だって今も一緒にやってるわけでしょ、はい、仲直りしたんですかいや 一応、だからその時も平謝りというか、もう僕もやっぱり先輩に…平やり必要ないけどね。向こうは100%悪いけどね、それは。僕もそう思ってたんですけど、その…でもやっぱり芸人的には、やめてくださいよって言って欲しかったんでしょそうなんですよ。ましてやっぱりじゃれ合うのが好きだから。そう、そう。だから悪ふざけして…悪ふざけなね。悪ふざけっていうならまあ後輩が先輩にやり返すみたいな悪ふざけも、ちょっと認めて欲しかったなみたいな。いや、僕なんか、つい花さんのペースで… とんでもないこと言っっちゃたたみいいな <laughs> いやいやまあでもねこの番組でしか聞けない <laughs> そんな番組じゃないじゃないですかだって僕もあのこの話はどこでもできなかったんですけど <laughs> まさかここでするとは思わなかったです <laughs> 東館東人図鑑で言うとは思わなかったっす、はい、東,関東人図鑑はそういう番組ですからそう,そうです,なんですかもっとなんかほんまかした内容だったんですけどね YouTube で見たら <laughs> いや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  今日はもうそういうわけにはいきませんよはい、まあ皆さん別にね、興味ないと思うんですけど25年間の白石生活芸人増やし状況この話をね、やっぱり幼少期はどんな子供だったんですか幼少期私はそういう番組だったのはい、そうですね幼少期はまあなんかちょっとダジャレをよく言うええあじゃ今の芸風にちょっと似てるんだあ、今思うとそうだ思いますすごいダジャレのネタだもんねすごいダジャレのネタですやってるよね をりばめたネタそうだよねどういうダジャレを言ってたんですか子どもの頃子どもの頃も椅子に座ってもいいですかくらいのあなるほど親父ギャグみたいなことを言ってたんだまあそうですねんか子どもって言葉遊びみたいなの好き好きはい。そういうのを延々とおとなしかったどっちかっていうおとなしい方ではあったんじゃないですかでもクラスとかではちょっとうるさいうるさくはないかななんかスポーツとかやってたんですか スポーツはサッカーとかですかね小学校のあじゃあ活発だったんだそういういや活発ではないのかなうんどっちなんですかうんだからもうさっき太田さんのやつ忘れてください途中で途中で後悔してんでやめてくださいよその後悔が見えました鉄道のやつだしも大丈夫確かに本当だ大変なこと言ってしまいました僕根が真面目なのが出てるから。 やめてください脳みそちょっと省いていこうと思ます。そうですよだってこんな時期があったんでしょあら飛びません高校時代ですねこれあのバンドの爆竹流行りましたよ「悪の花」とかさそうですそうです「爆竹。ジャストワンマーキスス」とか僕すごい大好きでそのギタリストの今井さんに憧れてこういうメイクをしてはいじゃあこれはギターですかギターですね。やってたんですか エレヒギターをやってましたへえあそうなんだえじゃあ実際バンドも組んでやってたの高校時代は文化祭とかでやったりえんかそんなふうに見えないけどそうですねボーカルじゃなくてじゃあいやボーカルギターであボーカルギターでなんていうバンド名だったんですかそれはサラリーマンっていううわもう何そのセンス狙ってるじゃんそう狙ってるんすよ今考えた恥ずかしいやつなんです シュンちゃんズとかにしときゃよかったんですけどそれもなんかダサいけどダサいですけどまあそっちの方がまだねまだ乾いてあるし今ここのまま聴かれると思ってなかったじゃん思ってなかったですもんサラリーマンすんごい変な引き出し開きました爆竹歌ったんえっとその時は3ピースだったんでニルバーナーとかをはいコピーして海外のバンドですよねニルバーナーそうですねへやってましたそっかで芸人になろうって思ったのは どうういきっかけだったんですかえっと高校時代にボチャブラ天国が大ブームになっておおそれこそ爆笑問題さんん。そんなね後に殴り合うと思わなかったそうだダメだよダメですよ大先輩大先輩なんですよよく考えたらお前が悪いだろ俺が悪いっすそうっすよ すごいですたじゃん爆笑問題さんもボキャブラそれはもう芸の上ではもちろんもう大事です不滅の格弾と爆笑問題不発の格弾とタイタンねはい好きではでもそれで何自分も作ってたんボキャブラとかそういうボキャブラは作ってないんですけどあの爆笑問題さんが「日本言論」っていうはい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 あの漫才の本を出しましたね 真似したというか時事ネタ漫才みたいなの自分でも書いて文化祭とかでちょっとやったりじゃあ相方がいたんだ相方いましたバレー部のキャプテンのあそうなんだ井君っていうすっごい興味あるんだけどその何年ぐらい前それってそれが15歳16歳とかから24年か25年前98年ぐらいでしょそれ高校生でどういう時事ネタやってた あの香港が返還されるとかですねあもうすぐ香港返還されますねみたいな結構社会的なネタだっだからそれは全然受けなかったですよ覚えてる覚えてないかもでも香港返還ワールドカップとかですかねフランスワールドカップそうねロネタとかやったんだ審判にボールが当たってゴールに入ったら誰の得点になるんだろうね審判の得点になるかもね したら観客席の審判ファンは盛り上がるだろうねみたいな <laughs> みたいなネタです全然ちょっとなんか <laughs> 気持ち悪い、ね、な何かその気持ち悪い今の感じと違うから、はい、ボケだったんでしょボケでで涌井君っていうバレー部のキャプテンはもう笑いのセンスはないんですけど、うん、腕力がとにかく強かった <laughs> 全部全力でんでだよって。<laughs> 突っ込んできて、そんな弱のボケに、今日の突っ込みされた。ずれてるもんね。元祖ずれ漫才かもしれない。そうだよね。春 <はい S 1> がみたいな。で、僕が、ここにぶらさいした、ガが破壊した <laughs>。<laughs> <laughs> なんで、パリーンっつって <laughs>。あ、そんな、そんな時期を経て。はい。今に至ってるわけだね。そうなんですよ。そうなんだ。面白いね、<うん S 1> その話。だから、やっぱ太田さん、イズムがどっかにあるわけですね。 そういいううではそだよそれは忘れてたんだねはい原点があったのは確かにちょっと脳みその今のキャラはちょっとその頃を捨ててこうなってるだから本当に全然違うでしょ子どもの頃泣いたかった芸人像と今こんな格好してやってるやって憧れの太田さんと殴り合うという意味が分かんないですねだからさあそんな脳みそウのこれからの夢はい どうやっていこうかってあるんですか。そうですね。うんうん、ちょっと知名度がありがたいことにここ数年ですごい上がった実感。うん、脳みそってやっぱり名前やみんな知ってると思います。うん、ただやっぱりまだこう、うん、ナイツナイツさんほどではないんであのとか地方とか、うん、ね偏僻な村とかに行ってもうん、うん、あ能見そだって言ってもらえるくらい有名になりたいですね。うんうん、いやそれはね本当に。 あのずっとさ「はい、あのねずっち」さんっていたいじゃん、はいはい、もうずっと浅草でさ喫茶店でいつになったら売れるんだろうなって思ってたねずっちとさ、はい、もうダブルコロンがブレイクしてさ、はい、10年ぐらい前にさ、はい、あの一回北海道かなんかのさ<ー>壁地で営業があったんだよ、はい、そ,その時にさ2人で散歩したら「あでねずっちだ」って言われた時に「いやこんなに北海道のここでねずっちと俺,俺のこと知ってる人いるんだ」って感動したことあったもんね。 その状態憧れそうだよね。はい。やっぱそういうふうになっていきたいよね。じゃあ最後はねやっぱりこの地元の番組ですからね。はい。やっぱ白いはいの PR をねしていただきたいなと思うんですけどもね。はい。はい。よろしくお願いします。何かありますか。え、白いはとても暮らしやすくえ、車でちょっと行けばショッピングモールもたくさんあるんで、で東京にでんのも結構アクセスがいいんですよ。はいはいそのさっきした北総線で。 40分くらいで都心にでも高いから行かない乗らないでしょうーん奥からはとも言えないですけどす時期にね人口が増えれば安くなっていくと思うなるほどねそういうことですね未来に期待して今のうちに分譲マンションなど買うのも一手じゃないでしょうかそうですよ本当に白い我孫子はね素晴らしいとこですから我孫子のいいとこって何があるのえ？すえ アビコはもういいですよ。はい。人がいい。人。人がいい。やっぱり漏れなく。空もいいしす。空。それも営業のつかみのやつじゃないです。かカノエコがやってる栄養のつかみなっちゃいました。空がい。いいやもうアビコも白いもん。やっぱり自然が。自然がそうです。豊かですし食べ物もね美味しいですし。そうですね。東京からちょっとでこんなに自然がいっぱいあるんだそうなんです。あの有水地があるんですけどそこに白鳥が あら来るんですよ冬になるのはいそれとかねみんやっぱり東京ダメだよねゴミゴミしてるしさ確かにあんなとこ人が住むとこじゃないもんね本当そう思いますそう思いますよぜひですね皆さんももうアビコ白にね引っ越ししてくださいよろしくお願いしますとねますということで今回のゲストは白いふるさった石のみそーさんでしたありがとうございオーダーしとーすアディオー